おはよう。おはよう。あ、おやすみ。あんたすぐ寝るね。起こしに来たんだよ。パパ今日から3日間か4日間か知らんけど、おらんくなるんよ。いやね。嫌じゃない。嫌じゃないんかい。いやいや、どっちよ。ゴールデンウィークなのにね、ずっとお休みなのに寂しいね。ところでパパは準備はしたの？いや、何にも。これからよ。荷物とかこれからやろ。絶対当日にするやん。いやろ、間に合うんや。めっちゃ幸せそうに寝とる。今のうちに充電って。かわいい。あんまりないね。靴下家にあるか。いや、ないか。いや、あるか。なんだってこれ。何を持っていこうかなって。まずコロン、そっと何してる。畳んでたら来るんや、いつも洗濯物。来んな来んな来んな。そんな夏服って圧縮するもん。冬服はなんかペチャってなりそうやけど。怖いなら近づかんでいいよ。怖いなら踏んなって。びっくりするやろ。びっくりしよるんよ、さっきからか。あとパジャマがいる。ああ、そうなんやね。パジャマこれでいいよね。うん。どうした、どうした、カロン、行く、一緒に行く。大阪好き。大阪行ってみたい。もし圧縮されたん。元からそんなに量なかったけど。私がしようかって。だいぶ圧縮されてもんで、ね、ごめんね。ちっちゃ、なんやこれ。ちっちゃすぎるって。自分が選んだキャリーバッグや。まあでもパンパンやでもだ。ねえ、やめね。やめね。やめね。
どうしてもパパの上にいたい犬どうしたんニコニコしてああ、潰れた。行っちゃうね。行っちゃってる。ラスタピア、ラスタピア。ラスタピア。パパ行っちゃってる。パパ行っちゃってる。パパ行っちゃってる。寂しいって。荷物が。荷物が落ちてしまって。ごめんね。ごめんね、ごめんね。バイバイ。ラスタピア、ラスタピア。ラスタピアやね、これ。4日後ね。じゃあ、嬉しい。はーい。